フィノラボリサーチがお届けしているフィンテックトピックスをいつもご覧いただきありがとうございます。今回は「セキュリティと経済安全保障推進法」というタイトルで今までになかった新しい脅威に対して、えー、金融分野においても手を打っていく必要があるという新しい制度の導入 についいいててご説明していきたいと思います今回の経済安全保障推進法というのは、まあ、一見フィンテックとは関係なさそうですけれども中身をよく見てみるとフィンテックの分野でも関係のありそうなところがあるので、えー、説明を進めていきたいと思います。 もともとこの経済安全保障推進法というのが制定された趣旨ですけれども、まあ、海外からあのいろんな脅威が、まあ、昨今、えー、考えられている中で単に、えー、武力でもって攻めてくるといったようなことだけではなくてさまざ、あ、まな脅威が考えられるだろうと、まあ、例えばその、えー、サイバーアタックの いわゆるライフラインに関わるようなインフラに対する攻撃みたいなこともあるだろうということで、まあ、安全保障の確保ということを考えた時にさまざまな経済活動が速やかにあのスムーズに行われていく。 ためにどういう脅威があるのかということを考えていき、まあそれに対しての手当を行っていこうというようなことです。まあこれまでも、え、個別にいろんな脅威に対する規制というのは存在していましたけれども、まあ今回はもう少しその包括的に、え、そういった脅威についての手当をしていこうということがポイントになります。 えーまあ、正式な名称が経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律ということになりますけれども、2022年の5月に成立し、えー、同年の18日に、えー、5月18日に交付されています。えー、で、これから、あの、すでに、えー、施行された内容もありますし、 これからの制度運用が始まるというところもあります。具体的な内容としては、重要物資の安定的な供給の確保に関する制度、そして基幹インフラエ務の安定的な提供の確保に関する制度、先端的な重要技術の開発支援に関する制度、特許出願の非公開に関する制度、 まあ、四つありますけども、その中で特に二番目の基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度というのが、まあ、金融領域に深く関係するということでご説明していきたいと思います。え、基幹インフラということですけども、まあ、電気とかガスとか水道というのはわかりやすいと思いますけども、まあ、それ以来、それ以外でもその、 国民生活をスムーズに行っていくために必要な行為を担保するためにさまざまな機関的なインフラがあるだろうということでそういったものが対象となっていてそれに対してどんな脅威が想定されるのかということそして その脅威に対してどういう備えをしていくのかということでガイドラインが定められているというようなことになります。で対象となる分野ですけれども電気ガス石油水道鉄道貨物自動車運送外交貨物航空空港電気通信放送郵便そして金融クレジットカードという。 金融クレジットカードが今日の説明のポイントになりますで対象事業者については、えーまあ、重要設備ということが、えー、認定されるものについて、えーまあ、首務大臣が指定するということになります、まあ、一つの基準としてはその機能が停止すると、まあ、国民生活に支障が生ずるとひ、まあ、いてはその 国であったり国民の安全に関わるというようなことをもとにそれぞれの官庁が基準を決めて該当者を発表していくということになります。で、そうした事業者に対しては重要設備を導入する、そして維持管理等を委託するという場合には事前に計画書を提出してくださいと。そして、 それに対しては審査を行って30日以内に結果を出すわけですけれども審査に対して勧告を行ったり何かの命令を行ったりするというようなことが決められています。具体的なプロセスでは導入計画を提出したところから審査が行われて それに対して審査の結果何か問題があるということになれば改善内容についての勧告をするもしくはその勧告に対して処置が取られないというようなことがあれば導入を中止するということを命令できるといったような内容になっていますそして運用をしている中でも 何か国際情勢が変わったとかいうようなことがあれば随時運用しているインフラについての確認を行っていくようなこともあるということになります。金融分野で具体的にその特定社会基盤事業者ということで この法律の対象になる業務というのが、ここに一覧になっています。まあ、銀行業に始まって、金融のライセンスが必要な業務が一通り、ここに挙げられていますけども、既存の金融機関だけではなくて、資金移動業、そして、第三者型前払い式支払い手段の発行事業であったり、クレジットカードであったり、 フィンテックの事業者も対象になるような業務が存在していますまず銀行関連の業務ですけれども預金であったり貸し付けであったり為替取引さらには注意をするのが ATM についても重要なインフラというふうに認識されているということです具体的には預金残高の平均が10兆円以上 もしくは、えー、預金口座の平均が1,000万口座以上、えー、もしくはその年度末において国内で設置している ATM の台数が1万台以上、まあ、こういった基準を満たすところが指定されるということになります。まあ2023年11月の段階でいうとメガバンク3行にリソナであったり まあ、新宅大手が2校、えー、そして、えー、ATM 部をたくさん持っているセブンとかローソンそして楽天、えー、地銀も大手の7校が入っていますしゆうちょ銀行、まあ、そのほかにいわゆる制度、えー、金融機関と呼ばれるような農林中金とか、えー、新金中金といったようなところもこの対象になっています。えー、それから資金移動業ですけども 為替取引システムとということで基準としては3年間の利用者の平均が1000万人以上もしくは為替取引によって移動された資金の合計額の平均が4000億円以上この両方の条件を満たす事業者が対象となっています。昨年11月の時点では ペ a ペイとメルペイ a 2つの事業者だけがこの対象になっています。また第三者型前払い式支払い手段発行業電子マネーとかがここに入りますけども年間の発行額が1兆円以上さらには使用可能な加盟点数が1万点以上というところが え対象となります、まあ、ここには、えー、イオンリテール、えー、g r 東日本、セブンカード、PayPay ペイペイ、えー、それぞれの、えー、カードを発行しているところが入っているということになります。えー、そして保険業ですけれども、えー、保険の支払いや、えー、査定に関するシステムというのが対象になりますけれども、 生命保険の分野においては、保険金の支払いが1.5兆円以上、または保険の件数が2000万件以上、というところが対象となります。また、損保で言うと、元受賞味保険金が1兆円以上、または契約件数が2000万件以上というところが入ります。で、えー、まあ、 大手の生命保険損害保険10事業者がここに入っているということになります。それから証券業務ですけれども第1種金融商品取引業を行うものということになりますが預かり資産の残高が30兆円以上または口座数が500万口座以上という条件になります。 えー、まあ、総合証券の大手、野村、えー、大和、えー、SMBC 日興、みぞう、三菱 UFJ、モルガン・スタンレーに加えて、SBI、うんえー、も、えー、SBI、楽天もここに入っています。えー、それから、クレジットカードですけども、えー、カードの会員契約が1000万円以上、えー、さらには、 年間の信用供用額が4兆円以上。えー、直前3年間の中で、えー、いずれか、えー、末日に両方の条件を満たす事業者が対象となることになります。まあ、ここは、えー、イオン銀行、NTT ドコモ、クレディセゾン、JCB、三井住友カード、えー、三菱 UFJ ニコス、楽天カードという事業者が対象となっています。 それから、まあ、その他のところですけども取引所であったり引き受け業であったり信託業資金の生産電子債券の記録預金保険こういったさまざまなインフラを担うところが対象となります。まあ、東京証券取引所や大阪の証券取引所。 そして東京金融取引所。さらには、日本証券クリアリングとか、日本カストディーといったようなところ。そして全銀ネットだったり,おり、ホフリそして、電子債券の各社。こういったようなところが対象となっています。このように見てきましたけれども、国家安全保障の観点から、国民生活に必要なインフラ、 に対する脅威に対応するために、経済安全保障推進法が制定されています。金融業務も機関インフラとして認識されて、対象となる業務と基準を満たしている企業の具体名がすでに発表になって、いよいよこの制度の運用も開始されることになります。 え、銀行保険証券といった既存の金融機関に加えて、フィンテックという点で言うと、資金移動業とか、前払い式支払い手段の発行業といったものも対象になっているということで、まあ、スタートアップはまだあまり入っていませんけれども、今後そのスケールをしていこうというところにとっては、こういった新しい 法制度ができたというところは、えー、頭に置いておく必要はありそうだということで今回の新しい制度のご紹介をしましたフィノラボリサーチではこのようにフィンテックトピックスということでフィンテック関連の新しい テーマをを選んで解説ビデオを作成しています YouTube のフィノラボチャンネルにご登録いただいてご覧いただくようお願いします。